田中玉は、新末民発の軍人。北京政府、暗記派に属した有力者。字は雲山。1884年、Y 軍の八長が率いる、聖帝連軍が、山海間に駐屯した際に、随衛武備学堂が設立され、田中玉はこれに入学した。同学堂では、露英省、宝器郷など、後の北洋系軍人と交流している。 1885年、天津部美学道法陛下に入学し、優秀な成績を上げた。1887年の卒業後、田中玉は、八町のもとに配属される。1894年、朝鮮の要望に従い、交互農民戦争沈滅のために八町は朝鮮に派遣され、他や法規教もこれに随従した。同年7月に、 日清戦争が勃発すると、朝鮮で日本軍を相手に戦うことになった。しかし派は戦を喪失して逃亡し、これに連座して、伝羅も免職された。1895年、遠征外が、天津で新軍を編成すると、田中玉も再任用され、新し権力軍よく解放隊英法隊に任じられた。間もなく、 新し県陸軍右翼包帯領館に移動した。1899年、武衛友軍包帯統領館に任命される。1902年には、北洋常備軍第一鎮包帯、第一氷艦隊に任命され、参将となった。1904年、両校総督、新春県が、関東省で新軍を創設すると、田中玉が教頭として任用された。 1907年、東三省総督、女性省の下に転じ、ただし諸連平ところ特連公所総参議権東三、商工部同主任監督に任命された。1910年、チャンス順部ほど特前の下に転じ、チャンス新軍、第23根性共闘領に任命された。1911年の侵害革命では、田中玉は、新朝用語の姿勢を取った。 革命派優勢となると、職を捨てて、北に帰ったが、間もなく遠征外から三島演州陳守氏に任命された。1912年、三島民政庁代理となる。この間に、新型大砲を日本から購入し、帰国後に死者を成功させたことから、北洋法清と称えられている。1913年7月、総州鎮総兵を兼任し、さらに、 演州鎮守史に転じた。1915年4月、他は、北京に召喚され、陸軍部次長に昇進した。同年、円が、皇帝に即位すると、他は一等男爵に封じられた。1916年6月に、円政害が死去すると、田中棚は、弾段らの暗記派に属し、チャハル特別行政区都等に任命された。1917年4月、 弾が招集した、特軍団に参加した。7月、吉林特軍、蒙恩苑が、長軍復壁に関与したとして罷免されると、他がその公認に任命された。しかし、法天派の長作林は、他の着任を望まず、圧力や妨害を加えてきたため、他は、チャハル特別行政区都党に復帰した。1919 19年11月、田中棚は、 三島特軍に任命された。しかし、三島省庁の靴へ以降は、同じ暗記派ではあったが、権力、地盤の争いから他と対立した。当初、第47度たび長馬領と連携する靴の前に、他は劣勢であった。1920年7月、安直戦争が勃発すると、他は、主戦場には赴かず、三島に止まった。 その後、安直戦争での暗記派の敗北に伴い、靴が失脚して、他は、三島省での実権を掌握する。勝利した、直霊派も、様々な事情から、他をそのまま留任させざるを得なかった。1923年5月、山東師匠とチャンス省との省酒井の臨場で、被族による、外国人を含む、鉄道乗客誘拐事件が発生した。田中玉は、 北京政府から解決を命じられ、他は自ら非族と交渉して、乗客を解放させた。しかし、外国施設団は、事件発生の責任を問うために他を罷免するよう、北京政府に圧力をかける。同年10月、他は、三党特軍を罷免された。以後、他は、軍事、政治の舞台を離れ、大連で、実業家として活動した。1935年、 田中玉は大連で病没した。去年67。ありがとうございます。